はい、おはようございます。今日もまた福岡です。まあ、こんな感じでやっぱデータをこうどんどん収集してはですね、AI に見せるための。まあね、消防車とか救急車、パトカー、バスとかって、もう日本独特のものですか、全て。消防署か。救急車。忘れたけど、救急車って消防車なんだよね。パトカーって珍しいんだよね。バスも珍しい。あ、わかりました。実はまだ博多にいます。博多ってか福岡です。今日ちょっと福岡で一日過ごすんで、何もしないのもあれなんで、福岡の名所に行ってみたい。スマホの電池が切れそう。iPhone の電池が切れそう。もうライトニング早くやめてくんねえかな。ライトニングマジ使いづらい。なんか、東京から持ってきた充電ケーブルが壊れて、断線してたっぽくて。全然充電できてなかった。で、まあ、こういう地道なデータ取りが結局効いてくるわけですよ、最後は。間違いなく。と信じてやってるわけですけど。よし、これで充電できる。命の電池、マジ便利。チャージスポット、よし、一安心。しかし駅まで遠いな、あのホテル。ホテルそのものはなんかすっげえ快適なんだけどね、広くて電子レンジとかあって。カフェミニメですよ、カフェミニメ。みんなで学校、これ学校、自分は俺の知ってる学校というイメージに全然違う。こっちかい、こっちか。よし、これは学校だ。じゃあ、あれ何だ、学校っぽいよ。すごすぎる。大学か。こっちが大学、あっちが小学。大学も学校ですか。立派な大学だな。ふぅ。これ立派な大学だ。西南学院大学。いいこと考えた。iPhone でも撮っておけば、後で時刻から GPS 情報出せる。サザエさん通り。磯の広場。すごい。原稿防備アップ。そうね、こういう独特の文化ありますね。サザエさん通りとか、行けばよかったなと思ってるんですけど、なんか銅像とか、撮りましたっけ、サザエさん銅像は。あ、それも。ローソンのね、ちょっとおしゃれな感じ。俺の学校かな。たまじい。まあなんか、何気ない日本の風景って、日々変わっていくので、まあ例えばもうね、女性なんかメイクや服装とかも時代とともに変わるので、意のとどだから1回しか日本一周してないですけど、おそらくこれからの AI 研究者っていうのは、日本を何周もぐるぐるしないと、いけないんだろうなと。その前にやるいう気がしますね。だからどちらか松尾芭蕉っぽいというか、ぐるぐる回りながらタグ付けするわけですよね。これは今こんな感じみたいな。それって人間にしかできない仕事かもしれない、もしかすると。で、まあやっとどうやら駅にたどり着いて、福岡ですね、名物なのかな、名所に明日は行ってみたいと思います。また明日。